急カーブします。うわもうやったやった、坂道や。どっち行くの？やばい、ほら、1個いってる。カバはこれ、まこちゃんの遅れちゃったやんか。だけど、そう、小学生は自分に当たってたから。おと、まあ、大学でっていう感じで。へぇー、あったかい空気って、上行くの。うん、はぁ、で、下に冷たい空気。うん、はぁ、はぁ、はぁ、あ、うん、ここは大丈夫。はい、はい、はい、うん、あ、倒れてる。ごめん。そう、あの、ゴーチャスって言ってさ、加工の違いで全然色が香りが違う、仕上がるんですけど、確かに、食育だこれは。怖い。はい、じゃあそれ行かんといて。綺麗な色、オレンジ色や。綺麗な色やな。オレンジ色。なんかこれ怖い。マジ全然色変わるな。色変わる。オレンジ。いつも飲んでるこれと違うな、ママが。おお、これ完成。全然違う。手作り？手作りやね、マジ。マジお茶の葉っぱからできてる。みんなの目やんか。これね、消防士に似てる形。これ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 。紅茶とね、雰囲気は似てるんですけど、白茶って、あの紅茶にしても緑茶にしても、その蒸したりとか乾燥させたりとかで熱を使うんですけど、白茶は一切熱を使わなくて、あの重ならないように葉っぱを薄く広げて、あのじっくり時間をかけて、あの自然乾燥してる。出た方が白っていう。はぁ、これお茶。ヒヒッ、ステリア。じゃあさ、一番なんかあれだね、こうシンプルでさ、そう、シンプル。意外とじゃあ、昔はみんな白茶だったのかな、そういう作り方だったのかな。だんだんこう工夫されてきて。日本はね、多分白茶はあんまり。メリーゴーラン飲みたい。なんか、釜入りとか、お茶とかとちょっと違う。わぁ、こっちか。なんか薬膳茶みたいな。うん、結構あのお茶の特性がそのまま出る感じになるので。あ、